えー小町つぐみ役の浅川優です。えヴバーセブンティーンプレイしていただきありがとうございました。まさに今全部の収録が終わったところです。えー、ゲームは楽しんでいただけましたでしょうかかなり前にですね収録した覚えのあるこの作品ですがまさかまたほぼ全部もう一回プラスアルファのストーリーでえー、できるとは思わず昔の記憶を 呼び起こししながら頑張りました、えー、約10年近く前に以前撮っているので個人的には芝居がまともになってるといいなっていうところと、えー、そんなこんなですこのキャラクターはそうですねクールで無愛想で実はでも可愛いいとこもあってちょっと強くてみたいな。 キャラクターで多分以前9年10年前にこの作品を撮った時まさにこういう浅川といえばこういう役みたいなところが定着しだしたかしださないかぐらいの時だったと思うので、えー、なんか懐かしいなと思いながら、えー、撮っておりました10年経った今もいまだに、えー、いわゆる萌えキャラと呼ばれるものをやることもなく。 頑張っております。また、ええー、二0ほにゃらら年みたいな感じで。何年後かに、ええー、エバーセブンティーンができたら、いいなぁと。思ってます、えー。応援してください。アンド、ええー、プレイしてくれてありがとうございました。バイバイ。茜ヶ崎、空役をやらせていただきました。笠原寛子です。えーと。 お疲れ様でした。えっと、今、私も収録を終えたばかりなんです <laughs>。と、えー、同じようにきっと皆さんもゲームを、えっと、全部終えて、終わったーみたいな感じだと思うので、 お互いにお疲れ様でした。本当にね。<laughs> あのー、皆さんも大変だったと思うんですけれども、私も、えー、実は、すごいたくさん、カタカナとか、もうすでに言えてないですけど、<laughs> 多かったので、すごくあのー、えー、どん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 、カタカナ、カタカナだ あわあわみたいな感じになってしまって何度も何度も、あのー、ね撮り直しとかも、えー、していただいたりとか、えー、自分がへこんだりとか、えー、すごいすごいさまざまな葛藤があり <laughs> エヴァーセブンティーンの世界観にどっぷり私も使ったので、あのー、実はスタジオがえっ、ー、と2階なんですけど、えー、一番最初に収録した時に もうすっかり地下に自分がいたとばっかり思ってもうエレベーターを「下!」とかってもう全然疑わずに押してしまったら実は2階だったっていう自分が本当に地下にいるっていう気持ちにもなっていたっていう感じで私も本当に、あのー、今回このまた再びこの茜「茜ヶ崎空」という役をやらせていただいてすごく、あのー、感,感動しました。<laughs> <laughs> 皆さんも、えー、ときっと今感動してくれているかと思うんですけれども、えー、空は、えー、ねの皆さんにとってどんな、えー、日常生活において、ね、いつも一緒に、えー、いるような女の子であるのかそれともなんかお姉さん的存在であるのか。えー 人間に近づきたいという気持ちが私はすごく、えー、演じながら切々と、えー、感じてしまい結構キュンとくるところとかがたくさんあって、えー、笠原ひろ子は意外と人間じゃない役をやることが多かったりしていたものですからすごく空も、えー、人間に近づきたいという気持ちがすごく切なくなりました。 えー、恋愛アドベンチャーということでですねソラ、えー、を大いに気に入っていただいてソラ、えー、を愛していただければと思いますそして、えー、皆さん外に出て空を見上げたときに空を思い出していただければと思います笠原ひ子でした皆さんこんにちは、えー、田中優美生春かなそして田中優美生秋かな役をやらせていただきました下谷の子です 最後までプレイしてくださって、本当にありがとうございました。えー、まさかエヴァセブンティーンをもう一度こう、あの、you、を演じられるとは思ってなかったんですけれども、あの、you、っていう役、私の中ですごい、あの、大切にしてた思い出深い役で、実は、事務所からこの仕事の話を聞く前に、星さんからメールで、 あの、また、エヴァーセブンティーン撮るんだよっていうのを聞いて、慌てて事務所に確認して、ちょうどなんかマネージャーさんも、あ、そうそういうところだったんだっていう経緯で、最初に星さんから教えていただいて、頑張ろうねって二人であのメールし合ったんですけれども、そんなわけで、えまた再び U を演じられて本当に嬉しかったです。 初めてユウを演じたのが、あ、これ確認しとけばよかった。何年前でしたっけ多分、私リアル19歳ぐらいだったんですよ。だから多分8年とか9年前だったと思うんですけど、その時は2017年、もう2034年はもちろん、2017年ってすごい未来の話だなって思ってたのに、 今まあ、こう収録しているのは今2011年なんですけれどもそう考えるともう2017年ってたった6年後の話なんだなってそれがちょっと不思議な気分で、あのー、不,思な不思議な気分だったんですけれどもまああと6年で2017年なんでそうですねまた2017年 エヴァーセブンティーンの年みたいな感じで <laughs> なんかイベントじゃなくても何かしらの形でこうまた U にあの会えたらなーと思っています。なので関係者の皆さん2017年にまたなんか <laughs> このメンバーで再会できるような何かを作ってください。よろしくお願いいたします。<laughs> そして、無事2017年終わったら、2034年もまたなんかこう、同窓会とか <laughs>、どんな形でもいいんで、またみんなに会える日が来ればいいなって、嬉しいなって思っております。ぜひ、あの2017年になった時にまたプレイして、ああ、空は作られなかったな、みたいなね。 デミューみたいなものはなかったな、みたいなことになってるか、なってないのかわからないんですけれども、私もまた改めて、えエヴァーセブンティーンでプレイをしたいと思いますので、えー、また皆さんよろしくお願いいたします。それでは、ここまでプレイしてくださって本当にありがとうございました。下谷のりこでした。またお会いいたしましょう。皆さん、こんにちは。 エーーセブンンティーン松永さら役の上高菜ですたった今すべての収録が終了しました。お疲れ様でした。えー、初めてエバーセブンティーンをプレイされた方いかがでしたでしょうか久しぶりに新生版セブンティーンプレイされたって方もいますかいかがでしたか新しく追加された要素とかシーンとか気づきました私気づきましたよ。えー 私自身すごく懐かしいなと思いながらアフレコさせていただきました。この Ever 17っていうゲームは私にとって初めてがいっぱいだったゲームでした。もう何年も前ですけども収録したの。まあ、初めての長編ゲームのアフレコだったりとか、初めての恋愛シミュレーション。まあ、サラは兄弟ルートでしたけど、恋愛シミュレーションだったりとか、あと、 初めてのキャラソン歌わせてもらったのもこのゲームでしたし、あと実際に自分でプレイして、すべての要素をコンプリートしたのも、このゲームがもしかしたら初めてだったんじゃないかなと思います。とにかく、とても思い入れのある作品なんですね。その作品を、まあ随分時が経って、もう一度アフレコして、もう一度プレイできるなんて、もう本当にこんな幸せなことってないと思います。これも、 ずっとエヴァーセブンティーンを応援してくださってる皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。えー、私も皆さんと同じように、このエヴァーセブンティーンもう一回プレイして、これからもエヴァーセブンティーンをずっと愛して続けていければいいなと思います。皆さんも、えー、他のルートも楽しんでもらって、これからも末永くエヴァーセブンティーンをよろしくお願いします。以上、松永さら役、上田香でした。 皆さん、こんにちは。やがココ役のむ月づきひせおです。はい、今回、エヴァーセブンティーンが新しくリメイクするということで、えっと、ココちゃんをまたやらせていただいたのですが、あのー、なんせ、ココちゃんに一番最初に出会ったのは、 望月づきがデビューしたての10年前くらいのことだったので、また再び会えると思ってなかったので、ココちゃんに出会えたのがとってもとってもとっても嬉しかったです。あの、あの頃は右も左もわからず、ただひたすらにココちゃんを一生懸命演じていた覚えがあります。 でも、今回は今回で、あの、またまた、ただひたすらに、ココちゃんを一生懸命演じています。あんまり変わってないかな。<laughs> えっと、その時その時の一生懸命な気持ちが、思いが、あのー、皆さんに伝わればいいなと思って、いつも演じています。あと、他のキャラクターですね。ナッキュや、えっ、ー、と、ソラピーや、 スぐみンや、まよちゃんも、とってもとってもとっても可愛い,いので、ウハウハしてください。あの、もちゆきも、あの、男のキャラクターを見て、ウハウハしています。<laughs> はい。これを聞いている方は、もうすでに一回クリアしていると思いますが、えっと、この後も、何度も何度も何度もプレイをして、私たち、ココちゃんたちに会いに来てください。君のこと待ってます。 それではヤガミココ役の餅月一世代でしたまた会いましょうこめっちゃこめっちゃはいえー皆さんえー倉成武えー株焼良後えー北東役の星総一郎ですパピーはいえーなんていうかね EVER s e v e n t えー、皆さん知ってますでしょうかえーもう何年前になりましたかね えー、かなり前に、えー、やった作品なんですけども今新たにこうよみがえりましてですね、えー、そして、えー、新しく声の方も取らせていただきました、えー、現在終わりたてのほやほやでございます、えー、無事に終わってよかったというところなんですけども、まあ、前回もこう何回かに分けて取、えー、らせていただいて、まあ、役がね こうまあ、皆さんこうクリアした、えー、全部クリアしたと思いますので分かると思いますけどもまあ、えー、たくさん役をやらせていただきねあの <laughs> えかなり大変,大変だったんですけども、まあ、今回もやっぱり、えー、大変だったなという感じで、まあ、あれからも何年も経っていますので僕の方もかなりね、えーまあ、ちょっと <laughs> 年を取ってきてしまいましたけどもまあどうだろうなあの時まあ あの時よりどうなってるのかなっていう、えー、心配ではあるんですけども、まあ、正直僕はあのこのゲームすごくあの好きで、あのーまあ、前回もかなりこうプレイヤーとしてもこうね、あのー、楽しませていただいたもんでかなり思い入れがあるのですよ。なので今回ねあのまた新たにというところで、まあ、実はまああのー まあね、この前回仕事やりつついろいろこう自分の中ではすごいちょっと悔しい部分とかちょっとね、あのー、もう少しこうなんかねあのもっとこうやっとけばみたいな部分もね、あのー、ゲームあの遊びながらこう思ったりしていろいろこう思うところがあったわけなんですけども、えー、そういうこともあって今回新たにまたできたっていうのがすごいちょっとね、あのー、嬉しく、えーまあ、大変だったんですけども。 えー、チャレンジしししたたたたいいいなと思っってて、えー、やらせだだきまか、えー、かがだったでしょうか、えーまあ、実際今アフレコし終わったばかりなので、あのー、出来上がりというかね、あのー、例えば、まあ、グラフィックにしても、えー、音楽にしても、ね、演出にしても、まあ、かなり変わってると思うんですけども、まあ、今の段階では全く僕はあのー、まだ分からないという状態なので、まあ、是非この完成した時に にまたこあの楽しみで、あのー、プレーするのをねすごく心待ちにしているわけでございますけどもまあね、えーまあ、何年も経ってこう新しくなるわけなので本当にいろんなグ、えーねあのー、レードアップしているというかね、あのー、そういう部分にすごい期待しているんですけども皆さんはもうね全部やり終わった後ということでもう,もう羨ましいみたいな感じなんですけども、えー、そうですね。なんていうか、えー またエヴァー,ーンができて嬉しいなというまああのねエヴァー,セブンティーンのこの出演者とあの皆さんともあのもともとこの作品すごい思い入れがある人が多くてねまたやりたいなとかまあ何年も前に話してたわけなんですわけなんですけども本当になんかこうやってこうした再会ができて本当嬉しいなというふうにあの最近でもねあの他の方々ともこう話したりなんかしていました。ね はい、というわけでこう興奮冷めやらない感じのこうアフレコ終了直後の、えー、トークなんですけどもまあ、あのー、本当にこんなこの話いろいろ凝った仕掛けがあったりなかなかねすごい引き込まれるストーリーで本当になんかこう何度やっても楽しめるゲームだなというふうにまあ何年経っても色褪せないなというふうに思っていましたけども、ね、こうして新しいエヴァーセブンティーが生まれ変わって本当に嬉しいなという思いでいっぱいでございます。 皆さんも、まだまだね、あの、あまあ、これ、ええー、またいろいろ楽しんでいただいて、エヴァーセブンティーンの世界に浸っていただきたいなと思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ええー、それでは、またいつの日か、ええー、会えることを願って、えー、えー、お疲れ様でした。え、はい、ええー、倉内健ええ、かぶらきりょうご、北陸の星草一郎でした。パッピーバイバーイ